はいどうも、この前ね、お客さんから占いのね、お客さんからシャインマスカット届いたっていう動画あげたんですけど、結構いっぱい曲がったんですよね。で、ちょっとそのシャインマスカットをいろいろアレンジしたね、アレンジレシピみたいなやつですかね、をやっていこうかなっていうのが、まあ珍しくね、いつもなんかうだうだうだ喋ってる動画ばっかなんですけど、まあそういうのもね、そういうのちょっとやってみたくなったんで、言っても大したアレンジレシピじゃないんですけど、シャインマスカットすごいいっぱいあるんで凍らせてみたんですよね。シャーベット状みたいな感じにしてて、で、まあ、その凍らせたシャインマスカットをこういうねグラスにこうバッとこう入れてみたんですよ。でこれに安い、ね、本当に安いこのスパークリングワインをね注いでみようかなと。今から開けます。これをこのシャインマスカットにシャーっとね、夏っぽいじゃないですか。シャルドネとシャルドネでね、ね、白ワイン、まあ、もちろんねこうスパークリングワインってね白ワインベースで作るから、まあそういう白ワインってね、当然もう ご存知のように、こういう白ぶどうで作るわけですよね、マスカット系のね。でもあんまりシャインマスカットのシャルドネとかソービニョンブランとか、ワインが好きなので、いつもシャルドネが、夏だと特にシャルドネが好きなんですよ。で、ちょっとこうやって、安いスパークリングでも、なんかちょっとね、高いというか高級なシャインマスカットを入れてみると、ちょっとね、高級感出るじゃないですか。ちょっといただきます。あーすごいあっさりしてほしい。すいません、いやプラスチックのスプーンで申し訳ないんですけど、中のこのシャインマスカットをね、うん、シャーベット状ですごい美味しいんですよ。僕ね、好きなカクテルでそのシャンパンと、まあ、スパークリングワインとね、シャンパーニュ地方で作ってるのシャンパンで、それ以外はスパークリングワインって言うんですけど、そのスパークリングワインと、いちごをね、いちごをこう、ミキサーでこう、細かくして、スパークリングワインで割った、レオナルドっていうね、カクテルが、それがすごい好きなんですけど、このね、シャインマスカットでのこのパターンも、すごい全然ありで、すごく夏にあって、美味しいですね。ぜひこれおすすめです。安いスパークリングでもものすごくなんか高級感というか高級な味が風味が増すので、ぜひぜひ、もしシャインマスカットが手に入ったらやってみたらいいかななんて思ったりしておりますので、ではでは。